こんにちは、つじのこです。やっとレベル50行きました。前回ね、勇者ミッションをクリアして、レベル上げてね、やる気が回復したところです。さあ行きましょう。このままのパーティーで大丈夫かな？ちょっとドキドキですけど。行きます。ブレズアナザースージー。行ってみましょう。ジェブリング50個必要だもんな。厳しいぜ。行きます。やる気48。ここで使っていこう。MK さん。よろしくお願いします。ぐーんとなくなるもんね、やる気が。防御にちょっと不安あり。怖いぜ。ちょっと怖いので一旦避けて。避けれてね。よし。まずちょっと避けます。怖いな。怖え。あー、ちょっとマックス投げれなかった。よし。こっちに向かってきてたよね。あぶね。うわ、マジか。よしよしよし、いいぞ。ちょ、全然、ちょ、パーティーの HP がゼロよ。あー、マジで？こっち向かってきそう。よし。勝負。よしよし、出た。僕こっち行くね。さあ来い、みんな。よし、ぞ勝負。ふん気合だけは一人前だぜ。さあここでもう一発止めていきたいところ。危ない、ちょっと避けよう。これなんか来たらまずい。あー、よしよしよし。あっち側、ちょっと待って、一旦ちゃんと回復しよう。あー、マジか。これは橋よけで大丈夫。あぶねえ。あー、やっちゃった。頼む、生き返して。頼む。いや、きっつい。復活しようかな。勝てるよね、多分。やっべ、ちょっと待って、あと1分あるし、あと2分あるし。あ、まずい。やっちゃった。ちょっとHP がなさすぎるな。ちょ、止めたい。
ちょ待って、ちょ頼む待って、やば、ようやくあと少し来た。あー倒せた、よかった。ジェムリンゴ使った甲斐あった。どうだ、いやめちゃ強、めちゃ強かった本当に。やりました。あーよかった勝てて。マジ強すぎだよ。32個もらいましたね。お、レア14まで Z 強化できるようになった。10までスーパー Z 強化。ここでも買っちゃダメなんでしょう。おかえりカビ。あのね、今度こそ黒生クアナザーナイトメアとの決着をつける時がやってきたみたい。君ならアナザーナイトメアに勝てるって信じているけど、でもなんだかこれまでの戦い以上に胸騒ぎが止まらないよ。とっても嫌な予感がするんだ。気をつけて挑んでね。街のみんなと一緒に君の帰りを待っているよ。おいおい、マジっすか。出た、ラストバトル。え、マジで。いざ決着の時、ラストバトルに勝利して王国に平和を取り戻せ。え、ラストバトルなの、やば。ちょ、じゃあ、一応、どうしようかな。解放52か。ラストバトルクリアして、多分、装備が解放されるって感じだよね、きっとね。どうする？どう言ったらいいと思う？ジェムリンゴを、と相談して、いい装備買わなきゃダメなんだよね、きっとね。うわ、288。さらにスーパー Z 強化があるんでしょ？いや、ちょっと迷うなぁ、マジで。いや、ここはスターライトハット買って、スターライトハットを買わないとスターライトハット Z は出てこないんで、これ買うべきでしょ？ここの買いは、損しないはず。で、ここで Z、SZ に、段階して いくしかないよね、多分ね。だから、この装備を買うこと自体は無駄じゃないはず。さて、じゃあちょっと、レベル上げを兼ねていきますか、ワイワイの方ね。アナザー数字いく？やべ。嫌がられたりして。やべ。レベル50って嫌がられたりして。うわ、みんな Z 装備だな、これ。待って、もしかして僕を見てガーンって言ってんじゃないよね、ね。ごめん。ごめん、もうあのスタンプ使えない僕。やべえ、よろしく。ごめん。ごめんなさい。僕はちょっと死なないようにしなきゃ。いやもうひどい。ごめんなさい。よし、はい、あ、ずれた。みんなちょっとスタンプで遊ぶな。
よし。ふふ。勝ちました。早くレベル上げたい。おお。さすが、取れるね、プラチナ。いいねー、ジェムリンゴもらえますな。うはうは、人任せ人で。うわ、駆け出し装備でプラチナってむずくね。また僕みたいなのが入り込んで怒られるかな。ピッピカチュー、ピッピカチュー、ピッピカチュー。バリスタさん、バリスタさんお願いします。プレイしてくれませんかね、バリスタさん。もう手をこまねいてるの分かります？僕、バリスタさん、ぶち切れないでください。バリスタさん、バリスタ様、バリスタ様、お願いします。バリスタ様、バリスタ様。え、ダメ？これ勝手に OK 出るパターンかな？逃げるんだよー。あー、やっぱりいなくなった。くそー。マジか。ぶち切っちゃうパターンね。くそー。忘れないからな。え、やめてよ。よし。マジ？ちょっともう遅くなるのやめよう、本当に。ちょ、でもお供4がさ、これ適当装備じゃねえ、これお供が。はい。お供が一番やってる。よっしゃー、倒せた。よかった。やりました。よし。さて、あとは勇者ミッションをコツコツクリアしていきますよ。一応これでまた全部のクエストをクリアしたよね。やる気が結構まだあるので、やる気をしっかり勇者ミッションでクリアしていきます。勇者ミッションをこなしていきますね。よし、プラチナ取れたっしょ。よし、オッケー。タランザいけるかな。よし、どうや。プラチナ取れたっしょ。オッケー。レベル上がる前にこうやってちゃんと消費しなきゃダメなんだね。これをちょっと僕おろそかにしてた、もったいなかった。あ、レベル50以上クリアがあるからこれ入ろう。くそが。レベル30。あ、もうこういうのいっとこう、どんどん。みんな同じとこ、相性いいね。プラチナはちょっと取れなかったかもな。うん。テトリス999。いいね。よし、行こう。
やっべ、クソ早いこれ。いけ。ふん。おっしゃ。いいね。これはもう行った方がいいでしょ。はい、オッケー。お疲れ様。いや、早かった。素晴らしい。いい感じ。気持ちいい勝ち方でしたね。余裕のプラチナメダルでした。オッケー。いっぱいもらいましたジェブリンゴ。うほーうひょー。プラチナクリア。このキングディマインドもう一回いくから。まあまあオッケーオッケー、いけるっしょ。レベル71様がいらっしゃるから。あ、勝ちましたね。早い、さすが。うん、もうちょっとでプラチナだったんだけどな。このラージローバーか。よっしゃー、早い。いいね。これはプラチナ取れたはず。よし。一人も力尽きないでゴールド。うん、一人も力尽きないでっていうのがきついね。旅人クエストに連れていく。あ、オッケー。ここら辺やるか。ゴールド、プラチナ。プラチナ取ればいいだけだから。いいね。よし。せーの、プーン、プン。よし。プンプン戦法ね、今の。よし、クラッコもプラチナ目指していきましょう。余裕でしたね。はい、ということで今回やる気なくなったのでね、一旦ここで動画の方は終わりにしたいと思います。次回ちょっとレベルアップさせて、最終決戦果たしてクリアできるんでしょうか。僕はジェブリン300個ありますからね。ただ多分クリアした後に一番最強の装備が解放されると思うので、とりあえずはその装備待ちかな。はい、ということでよかったらまた次回も見てください。それじゃあ土の子でした。